高山町、高山町は、かつて、日本国鹿児島県本土の東南部、大隅半島の東部にあった町。2005年7月1日に、内野浦町と合併し、肝付町の一部となった。ヤブサの町として知られ、妖怪の一端木綿が生息しているとされる伝承が、残る町でもあった。合併時には、大隅半島の中心地としての地位は、 鹿野市しに譲っていたものの、戦国時代までは、肝付市の本拠地のあった、鉱山城の城下町として、大正期の鉄道開通までは、肝付川川口の藩が貿易として栄えていた。著名な出身者に、政治家の二階堂進むがいる。大隅半島のほぼ中央に広がる肝付平野の中石平野に位置する。北部を肝付川が投入し、町中心部を、 支流の高山川が北流する。南部は、肝付山地、国見山系が、北西部は、笠野原大地が広がり、東部は、渋士湾に面している。年平均気温はおよそ摂氏17度。年平均降水量は2100ミ、mm、リメートルほどで、温暖タウナ気候と言える。鉱山の初出は1553年、天文22年の諏訪大明神。 南方神社の名札にある大隅国肝付鉱山諏訪大明神である。鎌倉時代の時点では、高山川を氷本川と呼び、川を境に東方、西方と呼ばれていた。また、江戸後期の1824年、文政7年に編纂された高山名称史には、古くは神山と書いたという記述がある。塚崎古墳群をはじめとして、 肝付平野を中心に大規模古墳群、横瀬古墳、東人古墳群などがあることから、当時から大規模な集落が形成されていたようである。古墳時代には、宮城大和家山王権が肝付宮家を置いたとみられる。1036年、長元九年には肝付氏が居住。現在も続く、やぶさめは、この約100年後に始まったとされる。戦国時代までは、 肝付市が鉱山城を置き、新富は城下町として機能していた。羽宮や肝付川の対岸の柏原、柏原、東串良町は和光の一大拠点であった。肝付市は現在の肝付川、菱田川流域を中心とした所領を持ち合わせていたが、1574年、天正2年7月に島津市に降伏。1577年、天正5年に、 高山以外の所領は没収された後、天正八年十二月二十四日に、肝月氏は、後に違法され、高山も、島津氏の支配下となった。1581年に、肝月氏に代わり鉱山を支配した島津氏は、移住院忠宗を地頭として、送り込み家の野城を拠点として支配した。1595年に、忠宗が都の城に違法された後は、 島津市の直轄領となり、鉱山には外城が置かれるようになった。外城は後に里と解消。高山城は廃城となり、弓張城が高山号の城として使用された。はは南方への貿易港として利用され、薩摩藩の重大拠点とされた。なお、1631年から1640年までは、内野浦も高山里の一部であった。 1889年の町村政施行に伴う、明治の大合併により、高山郷内野七中村、羽み、野尾崎、新富、前田、後田、宮下、富山が合併して、高山村が成立。1932年4月に調整を施行し、高山町となった。高山村として成立してからうちの浦城と合併するまでの116年間、 一度も合併することはなかった。昭和の大合併時には、良町との合併案が、鹿児島県から示されていたが、良町側の反対により頓挫している、鹿屋市昭和の大合併を参照。平成の大合併では、まず、高山町、内野浦町、串良町、東串良町の4町で2003年4月に、肝付東部合併協議会を設置した。しかし、 同年10月に、釧路町が、鹿野市との合併を望んだために協議会から離脱し、東釧路町議会でも、協議会からの離脱が可決。2004年1月には合併協議会の枠組みを三町に変更する議案も否決されるなど、合併協議会は、機能不全状態に陥った。2005年3月の旧合併特例法の、期限までの合併実現が不透明となったことから、 高山町と内野浦町は2004年3月に肝付東部合併協議会を休止し、新たに肝付合併協議会を設置した。新町の名称は2004年5月中旬から6月15日にかけて公募され、214種類632通の応募があった。この中で最も応募数が多かったのは、国見町、両町の中心に位置する国見連山や両町を結ぶ。 国見、ネルに、由来で145通が寄せられていた。2位は、高浦町、鉱山と内野浦の合成地名で48通、以下、肝月町、肝月郡に、由来、肝月町、国見町と続き、町名として採用された、肝月町、肝月市に由来は6位、26通に過ぎなかった。公募の結果を踏まえて、 合併協議会では10種類に絞った上で委員による投票を実施。ここでは、木本付町がトップとなり、以下、国見町、木本付町と続いた。名称が決定されたのは2004年7月8日の第7回合併協議会であった。国見町は、高山町に国見小学校、国見中学校が存在していること、長崎県の国見町、現在の雲前市に、 知名度で劣ることを、代視され、最終的には、肝つきと、肝つきの投票となった。投票の結果肝つきが肝つきを3秒上回り、旧対6、新長名が、肝つき町と決定された。こうした経緯から肝つき町の名称の由来は、地域に馴染み深い名称とだけされている。当初の合併予定日は、合併特例法の期限切れ直前の2005年3月22日であった。 これが7月1日に変更されたのは、東串良町が2004年10月に住民投票条例を施行し、合併に参加する可能性が浮上したこと2005年3月までに、鹿児島県知事に合併を申請し2006年3月までに合併すれば、旧合併特例法が適用されるという経過処置があったためである。県からは2005年3月9日に、 国からは3月30日に合併が告示され、2005年7月1日に、内野浦町と合併した。合併後の地名は、肝月町、新富の場合は、肝月町、新富となり、高山という地名は、内野浦と共に消滅することとなった。なお、ひらがなの、肝月は、合併から1年後に開局した肝月、コミュニティ放送の愛称、FM 肝月として採用された。 夏季のほか、1994年に並行された有明中学校があった。町内には空港はなく、鹿児島空港、または宮崎空港へ向かうことになる。町内をはじめとして、大隅半島中央部には高速道路は通っていない。最寄りのインターチェンジは、都の城 IC、宮崎自動車道。このほか、県道六十一号上の川内野線には、 国見山系を貫く国見トンネルが完成しており、内野浦町への主要路線として機能している。最寄り駅は渋市駅、日南線。1987年3月までは国鉄大隅線が通っていた。中心となったのは大隅鉱山駅。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。